徳光、大谷はひいきしすぎ。徳光和夫さん、今のメディアはメジャーの大谷ばかり扱いすぎ。もっと日本のプロ野球。徳光は番組コーナーで、最近気になることを発表。最近はどこのニュース番組もそうなんですけど、スポーツコーナーで最初に放送するのがメジャーリーグの話になっていると指摘した。徳光まだ生きてたんか。どこの局かは言わないが、あまりにも大谷に深追いしすぎて、出勤になったテレビ局があったしな。 W 日本のトップの選手はみんなメジャー行っちゃうから、どうしても二軍感はあるよね。あとシンプルに打てすぎてつまらん。ホームランが出ないもん。日本人は野球が好きなんじゃなくて大谷が好きなだけだからな。徳光の数少ない正論。大谷が活躍したところで大谷って日本に税金納めてないしな。アメリカに貢献してるだけや。合ってるじゃん。国内のプロ野球ベッドにしたら結局野球人気は終わるぞ。